小川誠のドリームマッチ。始まりました、小川誠のドリームマッチなんですけれども、MC やらせていただきます小川誠です。すごいおとなしい子みたいになってるんですけどあれ、すごいおとなしい子みたいな、すごい元気なんですけどちょっとね風邪をこじらせてしまいまして、うまく声がね出てくれないんです。元気なんですけど元気、ね、スリムクラブかと思いました今日はみんなちょっと耳を澄ました感じで聞いていただければ、聞いていただければなと思います。はい、こちらが橋本です、よろしくお願いします。そして、はい、です、よろしくお願いします。いや皆さんはそれが言わなくていいんですよ。いやそうなんだけどやっぱこう、はい、合わせちゃう、つい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 なっちゃいますね。すいませんねすごいおしとやかの人っ子みたいになってる、ね、今日はおしとやか小川で行こうと思うんですけど、商売的に一番大事な部分じゃないですか。いやと正直ね、うん、こんなに声が出なくなったことがないので、初めて、初めて、初めてですね。もう不安でしょうがないですいやでも、うん、私も、うん、このような症状に1回、はい、むしろもっとひどくなって全然出なくなったことがあって、うん、その時は筆談で、それどんぐらい、1年前と、うん、最近ですか。いやまあ1年ぐらい前、やっぱ風邪ですよね。風邪そうそうみたいですよ。でなんかやっぱ1ヶ月ぐらいこの状態が続くということ言われたので、そう1ヶ月ぐらい続きましたよ。いやーまだね、実はこの収録してる時まだドリームモーニング娘。うん、ツアー中でして、うん、この状況で、はい、おうおうおうできるのかなって。いやこれは大変じゃないですか。いややりますよ、応援してください。いやこれすごいわ、本当濃度でもね、あんま無理しないようにしてもらわないと。そうだ、私の代わりに2人今日いっぱい喋ってくださいね。あ、もうそれは任せてください、はい、本当にね。なんですけれども、じゃあ最近どんなありましたいきなりですけど、ちょっとね、まこちゃん、ちょっとこれ見てくださいよ、ここ雰囲気、はい、今までちょっと違うでしょ毎回思うんですけど、うん、このね、うん、小川誠のドリームマッチ収録するところがね、はい、毎回違うんですよ。そうなんですよね。これどういうことでしょうか。いや本当になんか今の楽天の野球の試合みたいにね、毎回違う場所でやってるような感じなんですけども今日めっちゃ綺麗、今日って言ったらなんか 前回とか失礼ですけど、うん、すごい綺麗で、なんかこう初めてのね、ここね後ろ、このバッグ、これこれ実は都内某所カラオケボックスなんですけど、そう今ね見てください、こうドリームマッチャー、小川誠こういうのがね、初めて嬉しいね。今まではカフェだったんですよね。カフェだったんですね。そうそうそう、カラオケということで、その設備をフルに使いました。いやこんなのできるんだね今、すごいですね。何でもできる、これも映したんですよ、ね、そうこれもしかももともとは普通の、まあ、テレビみたいな感じで それを携帯の写真をポンと送ればここにポンと映るっていう、そう進化したのは、ね、私のほら声があんまし出ない代わりにね、うん、あそこににぎやかなものとかあるんですよ。どうした急に、いや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 、まこちゃんよく考えて、まこちゃんよく考えて、声が出てない上にこれやったら全く聞こえなくなるから、何にも聞こえないから、何にも聞こえなくなるからね、これ盛り上げる時だけ、あ、分かった分かった、盛り上げように、何にも聞こえない、ちょっとテンションとあまりの差が違う、気持ちは元気、うん、気持ちは元気なんだろうけど、喉だけ、喉だけね。いやここいいね、やっぱ ここすごい、プライベートでも使いたいですよ、ね、いや使ってください、カラオケですからね、これだからお誕生日会とかいいよね、いいですね、うん、これいいですよね。だってほら写真とかあるってこと、はい、使えるってことはほら、まあ、まあ結婚式とかでよくね、なんかあの子供の頃からの写真とか写してるけど、歴史的なね、お誕生日会とかでも使えるしね、これだと確かにここいいですね。まあ、今日は歌わないんですけどね。そうなの、はい、まあ、私歌うかと思ってたんですよ。でもなんか、まあ、確かにね、カラオケって聞いたから言われたんで、正直あの練習30ポイントしましたよ。私も何歌おうって、すごいもう iPod で見ながら、うんうん、これはなみたいな、何やってんですか2人して、しなかった、いやいやカラオケボックスで収録で聞いた日には、しかも、ま、企画内容も聞いてない時ですよ、段階としては、まあ、歌うんだなって思うわけでしょ、これ。しかもこの間話してたじゃん
じゃないですか。そう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 、メールもらってね、カラオケ視聴者の方から3人のカラオケが見たいみたいな。まあじゃあこれはまた後ほどですね。まあ、まあ次回かね、また機会があれば。見る役目でよかったら全然見てもらって。ダメダメ、やっぱね、まこちゃんの声も聞きたいから。そうそうそう、やっぱまこちゃんの声をこそ聞きたいんで。そうそうそう、治ってからね、ぜひぜひ。今度ね、うん、じゃあ何を、例えば、あ、そうだよ、そんな歌の練習って例えば何歌おうと思ったんですか。え、歌ですか。うん、18番はセクシーボーイ。モーニング娘。まさかのモーニング娘。すっかり忘れてた自分の18番が。セクシーふわふわ。あれが18番っていう人もなかなかいないですけどね。え、本当に。あれだって歌い込む感じの歌ではないですよね。みんなでわーってやる歌だから。もうそうそうそう、だからみんなでわーって。あ、じゃあみんなでわーって今度やりましょう。俺も結構ね、やっぱ考えてましたよ。何ですか。やっぱ一番好きだったアイドル、ノリピーの歌をちょっと、女の子ね。あと渋いとこで、J-Walk。J-Walk? で、あと、まあ、もう今好きな牧原紀之ね。ああ、いいですね。全員ちょっと問題があってばっかなんだけども、共通点で。まあいいじゃないですか。うん、そういうの立ておいて歌いたかった。そんなのはね、歌には関係ない。関係ない。歌はいい曲ね。うん、私マッキーさんよく聞きますよ。マッキー原のりゆきいいですよ。いいですよ。でもね、私最近あのほら、あ、めっちゃド忘れした。秀明さん、秀明さん、どこの秀明さん。秀明さん、いっぱい徳永。徳永が秀明さん。壊れかけの喉。喉じゃなくてレディオ。レディオ、レディオ。言わないで壊れかけてんだから。そう、あのレイニーブルーがめっちゃ好きで、一回この間私番組でドリームモーニング娘で番組で一緒になった時に改めて、まそういう歌があるというのは知ってたんですけど、あ、この方が歌ってるんだっていうのを知って、生でその時生で見たんですよ。めっちゃすげえと思ってすごい感動して、でそれからなんかその人が歌ってる歌聞きたいなと思ったら、最近あのカバーアルバム出したんですよね。そう、それを借りてもうリピートしてますよ今。あら、今日ここに来るまでもずっと聞いてましたよ。徳永秀明さん、うん、いい声ですね。確かにね、あの人いい声だわ本当に。そうですよね。でまたいい商売するわ。どういう意味ですか。いや、なんかいい方法見つけたなと思ってね。カバーね。ああいうのあるんだなと思って。確かに。あとね、なんか噂によるとコスプレあるらしいですよ。あ、そうですね。好きそうじゃないですか。どうぞ。え、なんでそんな。あ、コスプレ好きでしょ。コスプレ好きっていうかさ、まあ結局ね、見たいのは2人のコスプレなので、それはやってこいってわけで、まこちゃんもなんか、そうですよ、なんかね、まあいいんですけど。コスプレ好きじゃない。好きじゃないですよ。あれ、おかしいな。あれ、女子はみんな大体好きだと思ってたんだけど、何のタイミングでコスプレするのかが分かんないですか。え、こういうタイミングじゃないですか。こういうタイミング、カラオケとか行ったらね、ほら、せっかくする。カラオケでコスプレ、最近カラオケボックス置いてるとこ多いですよね。そう、だからここも置いてるみたいなんですけど、もしよかったらどうぞ。いやだから、なんで一人でなんか一緒になんか来たいな。コスプレは喉関係ないからね、来ちゃえばいいじゃない。見た目だけね。じゃあもう楽しんでもらっていい意味でね。そうだから、ちょっと次回ね、コスプレぜひお願いします。お、ぜひお願いします。いやいや、だから二人して。二人で。私もですか。いや、そう、当然よ、そんなの。ちょっと待ってさ、コスプレもうめっちゃ似合いそうじゃないですか。まあまあ、まあ、いや、そんなんだって何着るかによりますよ。まあ確かにね、うん、例えば何着てほしいですか、あこさんには。何がある。あ、それボンテージ。何それ、ボンテージ。 SM チックな、 SM 嬢みたいな。ああいうの似合う。女王さん、ドロンじゃん。でも似合いそうですね。そっちのなんかちょっと黒っぽいの似合いそうですね。ドロンジョロコスプレはない。ドロンジョロコスプレはないんじゃないですか。誰かがもう来ちゃってるかもしれないしね。この時間から、この時間からもすごいな、飛ばすな、そういう人ですね。だからまこっちゃんは何がよく似合う。まこっちゃんな、これだったら着てみたいみたいなのないの。なんだろうな。もうパジャマとジャージの人生に飽きたでしょ。そろそろ違うもん着たくなるじゃん。女の子おしゃれが好きなんだから。そうなのか。何かな。ない。何かないですか。いやでも、うん、まあ遊びでだったらメイド服とかちょっと着てみたいな。似合いそうね。ないじゃん。いやでも別にですよ。別に言われたら着るぐらい。まあ、ちょっとなんか秋葉原とか最近よく行く機会が多いから、うん、いるなと思って。可愛いな、あの服みたいな。あ、でも、まあ、似合うね、うん、もう想像しただけで似合う。メイド服似合うと思う。まあ、でもそれがあるかどうかは分かんないですけどね。
こにね。まあ確かにそうなんですよ。来ちゃってるかもしれないです。そう、本当にそういうことで、何種類もあるらしいんだけども、うん、やっぱ他にね、お客さんもいらっしゃるんで、来てる可能性があるんでね。そうそう、どうなるか楽しみですけど、まあ、奪い合いかもしれないです。そんなに譲りますよ。譲り合いいいですね。譲り合い精神の方がいいですよ。そうですよ。なんかこの、まあ、合わない間に何かありました？ここ今二人の目がバッチリあってお前だろみたいになったの。いや何かありました？そうですね、唐突ですが、チャリティーイベント行ってきましたよ。西口プロレスで、はいはい、どこで、福島の方で行ってきたんですか？はい、山形ですかね全然違いますけど、山形行ったんですか？はい、どうでした？で、チャリティーオークションっていうのをやったんですけど、で、DVD の話しましたっけ？DVD、DVD 本当に4,000円ぐらいする DVD をオークションかけました。してないですわ。誰が買うんですか？だからお客さんがオークション買うじゃない、オークションだから。オークション落とすんですよね。そうなんです。どんぐらいまで行きますか？それで、主催者の人が最初100円からスタートだっていうので、うん、はいはいはい、でまあ最初100円、うん、でまあなんか少年がね、はい、100円でまあここバーッと上げまして、ちょっと3分ぐらい経ってからですかね、その少年が競り落としましたよ。いくらで？100円で。誰も欲しがってくれない。4000円のやつがですか？4000円のやつが100円のままから動かなかったですね。まあ、どんまいとしか言いようがないですね。びっくりしましたよ、それは。まあでもね。でも一応貢献はしたんで、ね。そうです、チャリティーですから。やっぱそんなにほら高いお金を、ね。まあだからその、ね、嬉しかったですよ、その。100円でもね。100円の価値はあるんです。100円の価値はあるんです。100円の価値は。そうですよ。ナイススティックぐらいの価値はあるんですよ。あ、そっか、でも人のためってことでいいじゃないですか、うん、そうそう、だからちょっといい、まあまあいいことっていうのもあれですけど、まあ、そういうのに参加できてちょっとよかったかな、なんて思いましたね。あこさん、なんかありました？うん、私ですか？私はガンツにハマってます。おお、今映画やってるんですよ、うん、映画も前編と後編両方、うん、あれ見たんですけど、あれでしたっけ、原作があるんですよね。原作で、そうですにハマってる。原作、はい、ファンの方にもともとはいただいて、うん、漫画とあと映画のチケットをいただいたんですね、うん、で、なんか普段あまり見ないんですけど、うん、いただいたんで漫画も見てたら、うん、ちょっと面白いみたいな。で、結構こう漫画はエッチなんですよね。そうなんですよ。ダンツはその、まあ、当然タイトルは知ってるけど、内容知らない。そういう感じ？ちょっとですよ。いい感じに。キスする程度の。いや、もっと。もっと？映画でそんなシーンあるの？戦い中にちょめちょめです。本当？映画でも？映画ではしないんですよ。だから残念だなっていう。なるほど。あ、残念なんだ。見たいんだ。なるほどね。でもあれを見たら、前編を見たらまず戦いたくなったんですよ。わかります？なんか知らない。わかります？見ました？よくわからん。見た方。ガンツっていうのはも戦争の話？戦争じゃないですよ。何の話？戦いたくなる。あんまたこうまなんていうんですか？ヤンキーの話？ヤンキーじゃない、全然違う。何を争うの？なんていうんですか、成人と戦う。でしょ。成人っていうのは二十歳超えた人ってこと、はい、その成人じゃないですよ。どういう二十歳超えた成人、星の成人。そうですなんか悪者っていうか、うん、そういう、なるほどね、あれとその一回死んじゃった人たちが、うん、こうこうそのガンツスーツってめっちゃかっこいいスーツ着て戦うんですよ、うん、へえ、すごい。だから戦いたくなるんですよ。前編見たら戦いたくなって、後編見たら守られたくなるんですよ。守られたくない、はい、なんか言ってることよくわからないね。いや、そこは大人なんだから。ぐっと飲み込もうよ。なるほどでよかったじゃない。なるほどって。わかんなくても、なるほどっていう言葉があるんだから。なるほど。感化されやすいんで、私。ああ、熱しやすいんですね。そうです。そういうことじゃない？まあ、感化されやすい。難しい。で、今はガンツブーム。いや、まだ今なんかね、ガンツブームなわけなんですね。ガンツのコスプレないかなーなんて。あ、探したらあるんじゃないですか？ね。次ですね。ないでしょ。いや似たようなもん。似たようなもんあるでしょ。似たようなもん。ドンキホーテとかさ。ね。そんなないですよ。買ってきてくれますよ、スタッフが。そんなに好きだったら。お願いしたら、お願い。ファンの人がくれるかもしれない。ね。100万らしいです、あれ。え？
ガンツスーツ、はい、本物本物は、あ、まあそこは、まあ、まあそこはまあまあ大人もね、まあ、やりいろいろありますからね、はい、はい、そんな感じで、はい、まあ私こんな調子ですが、はい、3人で頑張っていきましょ う、はい、ということで、はい、まあ、誠のドリームマッチ今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでですね、はい、今回も嬉しいことにメールが何つか来てるということで、はい、じゃあ読ませていただきます。いただけますでしょうか、はい、ペンネームヘンリーさん、ありがとうございます。元気かな、はい、小川さん元気だね、はい、元気だと思います、うん、はい、小川さん、橋本さん、伊藤さん、こんにちは。こんにちは。すごい、なんか今日はまったりくんで、まったりとね、はい、今回も大笑いしながら見させていただきました。うん、何回か見させていただいてちょっと気づいたのですが、エール橋本さんは、はい、なんでエールという名前なのでしょうか。あ、なるほどなるほど。というよりも、うん、エール橋本さんの素性がお笑い芸人プロレスラーということ以外まだよく分かりません。はい、皆さん興味ないかもしれませんが、ファイターの本当です。ファイター。趣味とか特技とか少し知ってみたいです。あ、でも興味持ってくれてるってことですよ、趣味とか特技とか。本当にね、大ファンなんだねヘンリーはね。絶対違うと思いますよ。そうか、うん、興味はないかもしれないけど。確かにスタッフの字っぽいよこれね。ヘンリーの俺の興味あるって違うと思うんだよ。大丈夫ですよ、ね、いやまあでもね、ありがたいですヘンリー。趣味とか特技、あ、私思う、はい、エールさんのエールって自分にエールを送ってるってことですか。それはまたね、近いんですけど、それはあるんですけど、自分で自分を応援、元々はちょっとね、もう逆の方でプロレスをやってるんですけども、はい、最初は実況から入ったんですプロレスって、さあ、あの枠に振ってみたいな、その役柄から入ったので、はい、まあまあ応援する意味のエールっていうところから名前をちょっと頭につけて。あ、そういうことか。はい、興味ないのちょっとなんか。なんか自分のことを応援しようと思って。橋本。いやまあだからそういうことなの、本当に由来っていうか、そういうところ。橋本は。橋本知らねえよ。そう知らない。橋本っていう人が仕込んだから困ったんだよ。しかも橋本さんじゃないんですか。いやそうなんだけど、だから田中さんと田中さんが。あのうちの父だったら田中さんだってなってただけで、橋本がなぜだかわからないですけど。橋本は本名なんですね。橋本は本名、そこは本名です。うん、どこから下の名前は何て言うんですか。僕は高弘って言うんですよ。ああ、高はあの高の花ですよ。まあ、どうでもいいどうでもいい感じはどうでもいい、感じはどうでもいいです。高弘さん、高弘さん、エール高弘さん、エール高弘さん、ね、おかしくなってるから、合体がおかしくなったからね。そうね、うん、趣味とか特技とか、趣味はね、本当に少し知ってみたい、少し知ってみたい、ちょっとでいい、うん、じゃあね、簡単に言うと、あの趣味全般 OL です。え、 OL？ はい、え、OL の趣味を想像してください。それ全部好きな。びっくりした。OL フェチかと思って。違う違う違う。あの、OL の趣味と同じってこと。わかりづら。うん、だからあの岩盤浴とか。え、ヨガとかやってるんですか。ホットヨガとかしないけどもさすがに。まあランチとか。ランチ？はい。え、誰と一人で。ガールズとか。ガールズとか、まあ、おっさんとかになっちゃうけども頑張ってやったところで。あ、まあまあガールズとかでまあそういう。まあ話も好きだし、まあ全般的に女の人が行くところは楽しいなっていう。ウィンドウショッピングとか？あ、もう全然できる。アウトレットなんて行ったら半日ぐらいは全然。なんか意外。全然行けます。ちょっと好感度アップなんじゃないですか。本当にこういうのを言うとちょっとね、男としてはどうなのっていう意見も多いので。どうなの？え、じゃあどっちなんだよ。え、でもそうすると、え、結婚されてるんです。してないの？ね、うん、あれ？してない。結婚してない。したことない。してない。してない。ずっとも結婚してなんかも子持ち。何の情報ですか。何の情報よ。何の情報ですか。何その風評被害は。ね、勝手に思い込んでました。募集全然募集中。あ、そうなんですか。あのヘンリーさんぜひ。ヘンリーがもし女の人だったらちょっと一回ね。だってほらちょっと興味持ち始めてるから。うん、そうそう、よかったらヘンリーちょっとポイントアップこと言って。ぜひぜひ。男性じゃないですか。男性だと思いますけどね。普通のね。いやまあいや男性でもこの際いいよヘンリー。じゃあ特技とかありますか。特技、特技ね、あ、秒数当て10秒とか20秒とかカチッといけるんで。言っちゃいました。やりたい。絶対できない。ほら振ったからスタッフさんもうよいストップウォッチ用意始めましたよ。え、だからもうこれは信じてくれたらそれでいいんですよ。できる。そんな検証なん
かするのはやぼじゃないですか。だって言っちゃったもんね。特技っていうぐらいだから。特技だからやっぱ披露してもらいたいです、ね。いやいやいや、だからほら来た。おお、全然いいですよ。全然いいです。何秒にします。はいはい、お好きな秒数言ってくださいよ。え、ほんと何秒でもいいですか？何秒でもいいですよ。そんな7万秒とかやめてよ。みんな帰っちゃうから、その間に。13秒です。13秒あ、よーい、スタートって言ってください。よーい、スタート。熱って。熱、自己陶酔。全然合ってねえ。全然違うんですけど。何秒？10秒で。10秒。え？さ、ちょっと遅らした？してないですよ。ちょっとどころじゃないですよ。3秒って。3秒も早い。ああ。待って。特技、嘘をつくことです。特技、嘘つき OL ですか？いやいや、これメーカーもおかしいよ、これ、これ。メーカーない。ちゃんとしたところ使わないと。いや、ちゃんとして。ちゃんとバンダイの使ってくんないとダメだよ。スタッフさんに失礼、これ。仕事道具。おかしいな。初めてこんな間違ったな。全然ダメでしたね。ダメでしたね。緊張してたんだろうね。はい、じゃあもう、次行きましょう。はい、次のメーカー行きましょう。はい、ハンドルネーム、ごきげんヨーヨーさん。ヨーヨー、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。小川さん、橋本さん、伊藤さん、ごきげんよう。これが13秒か。あ、ごめんごめん、はい、聞いてください。はいはい、ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。はい、ドリームスコンサート行きました。うわ、ありがとうございます。昔が懐かしいなと思うところと、うん、新しい発見があった新鮮さと新鮮さとが入り混じった不思議な熱いライブでした、うんうん、また行きます。ところで、小川さんも久々にメンバー集まって、ここが変わってないな、あるいはここが変わったなというメンバーいましたか？ぜひ教えてください。あー、たー、そうですね。でもメンバー基本的には合ってないの？普段はやっぱもう、ね、その今ドリームモーニング娘。活動してるんで頻繁に会うんですけど、うん、それの前とかはやっぱみんなそれぞれ仕事してることが違うので、うん、会おうとしないとやっぱ会わないんですけど、うん、今回またこう久々に集まったらでも基本的には変わってないですけどね、キャラクターっていうのは。あ、そんなもんですか。だからその相変わらずの安田さんのキャラはあのままだし。あ、あんな感じ、安田さん。もうずっとあんな感じです。でも自分でもちょっと若干開き直ってるんだろうなっていうのは見て取れますよね。うん、あ、そう。それがもう自分でもう受け止めてやってるんだな、安田さんっていう感じだし、中澤さんのあのもうあのなんていうんですか、に弱食強食、いや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 、弱肉強食、強食みたいな、ああいうもう歯っていう感じも変わってないし、安倍さんのナッチダイっていう感じも変わってないし。あ、そうなんだ。いや、みんなキャラクターは変わってないですけど、まあ言えることはみんな年を取った。あら、そう。年を取った分やっぱみんながこう丸くはなったと思いますね。やっぱモーニング現役の時の方がもっとみんなピリピリしてたし、もっとライバル意識とかすごいあったと思うんですけど、今はもちろんそれぞれがライバル意識はもちろんしてると思うんですけど、その当時のなんか若いやんちゃなピリピリ感というかは、うん、みんなで一つになって、みんなで上がっていこうみたいな感じだなと思います。見ていて、うん、そんな中でもなんか、うん、あ、やっぱこの人合わないなって人とかいいの？もうそういうのすごい期待。正直合わないな、やっぱ何年経ってもやっぱダメだなみたいな。絶対この人とはプライベートで合わないみたいなね。うん、そう、あ、そう、連絡も実は知らないとか。じゃあ、そう、それです。仲いいとかじゃなくて、一番合わない人ですか？その、この顔合わせ意味の合わない人は、うん、あ、一緒にプライベートで、プライベートでも合わないね、会ったこともない、遊ばないなみたいなと。でも基本的にやっぱ先輩メンバーっていうのは一対一では行かないですね。誘ったりもされないの？向こうから、お先輩から誘ってくれたりするんですけど、うん、でも一対一とかでは今まではあんまなくて、あ、でも石川さんとかすごい仲良くて、ああ、石川さんとは頻繁にご飯行くんですよ、二人で。でも、まあ、吉沢さんもすごい仲いいんですけど、ご飯は二人ではないし。でも中澤さんはありますよ。中澤さんとご飯行ったこととかは。それやっぱ先輩がご馳走するの？あ、してくれました。ああ、そうなんだ。そう、ちょいちょいはあるんで。でも本当に誰々と性格が合わないとかって
あんまないですよ。あんまとかちょっとあったことだよね、じゃあ。まあ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 、その石川さんとかみたいに、わーっていう仲の良さは石川さんですよね、やっぱ。一番いいのは仲いいね、石川。うん、先輩の中で石川さんと吉田さんが多分先輩の中で一番仲いいです。はいはい。割と、ええ、みたいな感じでできる先輩はその二人なんですけど、うん、でも別にだからといって他の先輩と喋んないわけではないし。そっか、一番自分が後輩うんうん、1個下に18歳の子が久住小春ちゃんって子が私の木は下で後輩なんですかと思って先輩、うん、あそっかでもそうやったらいいよね何かこう一番下ってよくないのかな、うん、あでも一番下かわいがってもらえるイメージ何か、うん、いやでもそんな感覚ではないですよねもうちゃんともう仕事としてみんなやってるので一番下だからできなくても大丈夫っていうのはまたないです。できなかったらもちろん怒られるし、間違ったら怒られるし、そういう面ではみんな一緒ですね。うーんそう。でもなんかみんなはね思ってるほど仲悪くないんですよ。もういや仲悪いなんて思ってないけども、まあ、もしかしたらそういうのあんのかなとちょっと女の人のグループあんだけいるとね。確かに。仲いいです。派閥というかそういうのあんのかなみたいなね。まあ誰か誰か喧嘩するとかもちろんあるけど、それがずっと続くわけではないし。見た中で一番すごい喧嘩。ああ、殴り合いとかね。もう今すぐ仲良くなってると思うけど。殴り合いは見たことないですけど。一回私当時モーニング娘。の時に、うん、ないあのなんで喧嘩してるのか全く今でも分かんないんですけど、うん、飯田さんと矢口ちゃんがすごいなんか喧嘩して矢口ちゃんが泣いてたことがあったな見たことあるんですけどでも、うん、すごいなでも別に全然仲いいんでその後も、うんうんうん、何が理由かもちろん聞かないし、向こうも言ってこないですけど、そういうのは見たことありますね。やっぱそれだけなんかね、真剣に物事やってたんだろうね。そうでしょうね。そう、そういうのありますよ。でもみんな仲いいですよ、全然。うん。いや、そこまで言うと逆に怪しくなってくるんだけど、なんか、だから仲いいんですよね、とにかく。仲いいです、仲いいです。いやー、よかったです、本当に。はい。ということで、はい、こんな感じでよかったのかな、返答は。ヨーヨーさんね。ヨーヨーさん、ご機嫌ヨーヨーさん、大丈夫でしょうか。こんな感じで皆さんからのメール、はい、たくさんお待ちしてますので、はい、ぜひ送ってください、はい、お願いします。パイナポーマコトの極秘特訓、まあこれね、分かってないでしょあんまり、うん、でも なんとなく思い出して、なんとなく思い出して、まこっちなんか、なんだっけ、それパイナポーまことってなんか聞いたこと、いやもしか言ったイメージ、パイナポーで、私この間マスクの絵描いたやつですか、そう描いた描いた、何パイナップルみたいなの描いてたもんね、うん、なんですか極秘特訓、まあ極秘特訓っていうか、まあちょっとねスキルアップというか、スキルアップ、まあプロレスで一応マスクはある程度決まったので、ちょっとキャラ付け決まったんですか？いや書いたでしょ？書いたあれ、うん、でも決まり？これですよ。あこれなんか額縁額縁入ってるんですけど、わざわざパイナップル死んじゃったみたいになってるよこれ。本当ですよ。わざわざありがとうございますですけど、わざわざ、ね、別に額に入れる人あるんですかね？いやまあまあそれぐらい、まあ希少価値のあるすごく素晴らしいもの、神聖な、ね、神聖な仮面。そうなんです。で気持ち悪いな、よく見ると自分で書いたけど気持ち悪いイコール強さにつながるんで大丈夫だよ。そうなんだ、うん、これ相手がこう逃げ惑うからね、こういうのですけど、だからこういうのにあとキャラ付けしていかなきゃいけないなっていうことでね、今回はスパイナポーマコトっていうのはもう決まりの名前で、俺はいいと思うんだけど、それがいわゆるなんですか、リングネームっていうやつ、パイナポーマコトって、まあ普通ですけどいいのかな、まあある程度一応分かってほしいってもあるじゃない、誰がやってんのか、確かにとはいえね、その謎と言いながらも、うん、あの誠イコール小川誠かなって思わせるところが必要なので、まあそのまま誠は残した方がいいんじゃないの、なるほど、うん、じゃあそうしますか、まず名前はこのままパイナポー誠でいいと思うんですね、はい、うん、でまああとキャラ付けとしてはですね、あやっぱキャラ付けとかいるんですか、いる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 、あまだ首から下決まってないでしょ、え下も、うん、下もなんか着るんですか、そうプロレスって一昔前はいわゆる短パン一丁だったわけだけど、ですよね、うん、今はもういろんな、それこそもう大仁田さんとかって分かる、かでも女の人ってなんか結構透けてたりする人いますもんね、うん、もうほぼ水着であったり、大仁田さんとかってあのジーパンにね、こうジーパンでもいいですか、破れた T シャツみたいなのを着てやる、あじゃあそれでいいじゃないですか、いやちょっともう時間ないのと急にそれでいいじゃないですかって、いやいやいや、えそれじゃあそれをさ、なんか書いたりするしましょうよ、あだからなんか
まこっちゃんは何がいいかなって思うんですけど、下も服、下はでもパイナップルにちなんでないと、いやいやでも強さがあれだから、強さが、え、みんなも考えてくださいよ、はい、俺的にも考えてますけど、考えて、はいはいはい、考えてるの髪ね、はい、はい、どうぞ、はい、これに合うような、うん、どうかな、顔がこれでしょ、顔がもうそれなので、これは決定で、あ、そっか、顔を描いてみればよかったね、顔を描いて、そうでしょ、え、みんなこうやってさ、プロレスラーの人ってこういうな自分で作業してるの、やってる人いないと思うね自分でデザインしてくる、うん、自分でデザイン、ええ、本当の人はどういう風にしてデザインしていくんですか、いやでもね、決められてるの、そのなんていうの、言葉で言ったのをそのデザイナーみたいな人がこんな感じのイメージでどうですか、うん、そうそうって、あのパイナップルまこと一応編み編みなので、ちょっと下衣装も編みが入ってりゃいいかなとか、そういうことを言ったりする人も、でデザイナーさんもいろいろ候補を上げてくれるってこと、うん、はいはいはい、え、それできたんですか、これもうこういうことなんです、だから簡単なんですよ、もう着るものは決まってるんです、で超適当なんですけど、いやいやいや待って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 、お二人さん方何、うん、エールさんそれ何ですか、いやこれはもう絵のセンス本当ないですね、本当絵下手なのよ全然伝わらないよ、だからもう字にしましたよ、あ、そういうことなんだ、はいはい、全く分からないですね、柔道みたいになっちゃいましたからね、え、ちょっと待ってください、そういうことか、それも可愛らしくて可愛くないですか、うん、あ、それいそう、そういうキャラクター、まあでも威嚇する意味ではどうなんだろうって感じだけど、でもこんなんがいても可愛くないですか、はいはいはい、 OK、 じゃあ誰から見せる、じゃあ僕は簡単に、はい、一応指南役なんで、これあの僕はあの絵が本当に下手なので、字で描きましたけども、よくね、分かんないですよ、パジャマ、パジャマ、ああね、パジャマをどう表すか分かんなくて、こんな本当に本気で描いた、本気で描いてる、本気で描いてる、私あれかと思った、なんか鉄の柔道着とかじゃない、こう一応パジャマを描こうと思ったら、柔道着も見えないですけど、柔道着見えないけど、まあなんか下手な折り紙みたいになっちゃったんですけども、折り紙、パジャマがね、やっぱ一応いつもトレードマーク、そうそうそう、だからトレードマークになっちゃった、いつもパジャマトレードマーク、ただ家にいる時に着てるってだけで、だからそのパジャマを着ることによって、まあ、今いないわけですよ、他にパジャマ着てやってる人なんてね、まあ、かぶってないからいいんじゃないかっていうのと、本人のキャラクターも実際のキャラクターもこう生かしつつっていうね、でもでも、うん、私っていうことを隠してやるんだったら、あえてそれをやる必要なくないですか、パジャマって、いやいや、それがまたやっぱりそうなんだってなってても、マスクをかぶってるがために 99% が誠だろうけどで見るのがまた楽しかったりする、うーん、不安っていうの、そういうことなんです、はーい、じゃああこさんあこいい、あこさんね、はい、いきますよ、これはふんどし、ふんどしじゃないか、回しか、そっかそっか、どっちでもいけるよってことです、いやどっちでもいけないでしょ思いっきりここ隠してるんです、どっちかでいこうみたいな感じ、そうそう、ここは隠して、ここはこうやって、ここはいやいや手で隠したまま戦うってこと、え、隠す、戦えないのであれば隠さなくてもいいですあ、なるほどね、どっちかです、あ、これもなしですね、ここを隠すってここおっちょこちょいだね、ゲームこのマスクマン考えてみたら、いや、おっちょこちょいというか、上の柄と合わせてます、これ男の人だったらいいと思いますよ、あ、それ、あ、でもこれ女子でしょ、いやいや、私が違うでしょ、そうそうそう、だからまあ、あ、そか、女子っていうの忘れてます、まあそうね、戦いだから、アコさんが着るんだったらもういいでしょ、これはこれで着ないでしょ、いやでもまあまあまあ、またこれ相撲っていうのもね、あのいいんですよ、女子相撲のキャラいないから、これはまだなかなか、確かに確かに、いいんじゃないですか、じゃあちょっと、じゃあ私の本人、これかわいい、あれみたい、あれみたい、マントマントなんですけど、イメージは、うん、けどマントだけじゃなくて全身こうなってて、うん、こうパイナップルのあマスコットみたいなボタンみたいな、可愛らしい、じゃ弱そうだけど実は強いから甘く見んなよ的な、なるほどね、そう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 、
てるてる坊主的な。ハロウィンみたいな。てるてる坊主じゃないし。てるてる坊主、なんか逆にライブを呼ぶような感じの恐ろしい雰囲気だけど。まあ、でも一番マシと思いますけど私。確かにこれがいいかもしれませんね。じゃあちょっと。これ、うん、マントめくるとこれどうなってるんですか。マントめくるとね、これ何着てようかな。マントめくると、あ、マントめくったらふんどしでもいいじゃないですか。こういうことね。こういうことです。これで入場してきました。あ、そうそう、あ、入場してゴングになりました。こうなると、え、っておかしいでしょ。え、いいじゃない。ゴングになったらこれなる。違う、ほら、ダメダメダメだよ。これは見せれないから、うん、でもほら転んじゃったりした時に中が見えても、うん、あのこういうの履いてたらさ、うん、まあ、スパッツ代わりみたいな。確かにね。スパッツ代わり、スパッツ代わりの回しをしとけばね、そうそうそう、大丈夫かもしれません。だから基本的にはこの、はい、じゃあちょっと今回は、パイナップル誠は、マスクの下に一応こういうものをつけて入場することが決まったんで、はい、これで決めちゃっていいんですか。ここまでは大丈夫です。あ、でもさ、これもさ、もう見てくれてる方にさ、なんか送ってもらうのでもよくないですか。うん、そうですね。そっちの方がいいアイディアが多分この3人よりはね、乏しすぎる。まあ、じゃあもし、このパイナップル誠の着てほしい衣装的な、衣装とかございましたら、送っていただければと思います。現状、こちらになってますんで、はい、はい、そう、必殺技とかも、ね、よろしければ、よろしくお願いします。はい、はい、ということでお待ちしています。お待ちしてます。うん、さあさあ、今日はまったり進んできましたが、いやでも喉最悪もう出ないかと思ったけど、持ってよかった、持ってよかった、出なくなるんじゃないかなと思って。エンディングですよ。ちょっと本当に初っ端よりも良くなってる可能性があるよ。温まってきましたかね、うん、声がね。いや、なんか、うん、だいぶ、もしくはこっちの耳が慣れたっていう可能性もあるけど。あ、それは結構ね、頑張って出してるんですよ。あ、そう、確かに。でも本当にちょっとね、喉だけは注意して。でもそんな、ほら、うん、心配しちゃうから、みんなが元気だからね。だから、まあ、どうでした。いやいや、もう本当になんか喉のことが本当心配だったんで、ね、それが大丈夫、大丈夫、大丈夫。あとやっぱり13秒が本当に納得できなくて、俺本当にこれすごい自信があった。特技っても言うとダメですよ。いやいや、いや本当ね、10回やったら8回ぐらい必ず1秒以内に入るんで、へー、ちょっと本当にすごいショックでね。じゃあもう一回やっていいですよ、うん、いやもういいから、だからいいです、もう一回、もう一回やります。いいって、もういい、うん、何秒です。じゃあ10秒でいいですよ。いやいや、ちょっとゼロに戻してください。ちょっとさっき早かったんだよね。ちょっとじゃないですけどね。せーの、ひどい。12秒84だって、もう13秒じゃないですか、もう。特技なしです。特技嘘をつくことです。あれ、ひどいじゃないですか。せっかくチャンスをやって、ジバだ、ジバ、ジバ、関係ないですよ。もうそれ締めにならないから、告知何かありますか。6月の最終火曜日に西口プロレスあるんで見に来てください。よろしくお願いします。プロレス大好きですね、はい、好きっちゃってますんで、ぜひぜひお願いします。ぜひぜひ足を運んでください。ヤーコさん、はい、詳しいことはブログ等で見てみてください。なんだよ、そうそうそう、もう先のことわかんない。そっか、いや先じゃないですけど、先、まこちゃんはじゃあもう6月半ばって言うと、もう終わって6月のですね、あ、もうライブ自体も終わっているんですけれども、うん、6月の11日から6月の16日まで、うん、新国立劇場の小劇場の方で、流れる雲よっていうお芝居に出させていただきます。あの名前が間違ってた、そう、例の、そうなの、そうなんですよ。まあ、それまでには声直しておくんで、ぜひ見に来てください。ね、そうなの、もうすぐ本番だね、頑張ってください。はい、じゃあ次回はね、はい、ぜひぜひ
そうですね。冒頭言いましたように。待ってくださいよ。私にこれを言わせてください。はい、メールもね、どんどんお待ちしておりますので、はい、今回の放送の感想や、やってほしいコーナー、うん、そしてさっきのようにね、こんなアイディアいかがですかっていうメールは何でも構いませんので、うん、メールアドレス、d@kidsstation.com、ドリームの D ですね。こちらの方までお送りくださいませ。はい、ということで来週はいやだからあの冒頭にも言ったように、はい、2人このまま忘れてね、はい、帰ろうと思ったかもしれないですけども来週は必ず2人にコスプレしてもらうんでもういいじゃあもうエールさんだけでいつもコスプレしてんだからそうだよねそれで十分だよこんなの不十分に決まってるじゃないいや不十分不十分って不十分極まりないのでだから皆さんが見たいのはやっぱり女性のコスプレなのでぜひぜひまあここのねカラオケの鉄人にあるね、何があるかはわからないですけど何種類もあるんでじゃあお楽しみにってことですねぜひ見てください、はい、時間お願いします、はい、はいということで、はい、ケーズステーション小川誠のドリームマッチ、お相手は小川誠と伊藤亜子と橋本でしたじゃあねバイバイ10秒とか難しいな すごい